先のことまで考えないと。ただまあなんだろう、まあ全員が全員成功した人の言ってることが正しいかは分かりませんけども、なんか成功者の言う人たちの話って結構俺 YouTube とか動画で聞くんだけど、そのほとんどの人が仕事までも楽しんでる人たちが多いよね。仕事がイコール趣味になってるような人たち、仕事を仕事とも思ってない人たちが多い。仕事を労働だと思ってやってる人がほとんどいないね。うん、大体みんな楽しんじゃってんだよね。うん、そういう人に成功例は多いのかなっていう気はするよね。周りの人は仕事頑張ってるよね、仕事頑張ってるよねって言うけど、その人は仕事と思ってないっていう。え、なんでみたいな。別に仕事と思ってないから辛くないよって。え、めっちゃ働いてんじゃん、お前働き尽くしじゃん。いや別に仕事だと思ってないから辛くないよみたいな、うん、秋元康も仕事大好きらしいね。仕事と思ってない、自分の趣味の一つみたいな。こうやって働いてないと逆になんか狂ってくるなみたいな。うん、でもみんなもさ、でもそれちょっとあると思うんだよ。正月休みの方が疲れた、仕事してる方が体なくちゃうって。つぶやきでもちょっと見たんだけど、なんか正月仕事しないで家でぐだぐだしてたけど、なんかそっちの方が疲れちゃって、なんか働き始めたらなんか体戻ってきたみたいな。働いてる方が健康みたいな。いや働いてなくて家でぐだぐだしてた方がなんか疲れちゃって、なんかあんまり体調良くなかったんだよねみたいな。働くのは嫌なんだけど、働いてる方が体がすこぶるいみたいなさ。うん、なんだかそれって、うん、本当に。だからどっちかというとお金の価値観とかそういうのも別に、飯食いかも一つの考えでしょ、俺全然いいと思うんだよね。俺も好きだしそういう話聞くのいいと思うんだけど、俺は日本人が労働に対する感覚をちょっと変えるだけで全然違うんじゃないのかなと思うんだよ。その成功者の話聞くと、やっぱり労働労働と思ってない、楽しいことだと思ってるから、みんながいっぱい日本で働いてて、働いてることをなんかちょっとでも楽しさが見つかってくると、変化変わるかなっていう。水溜りボンドの人がね、学生に向けてね、あることを言ってたんですよ、 YouTube で。うん、今の学生さんよみたいな、勉強ってすごい辛いと思うんだけど、その勉強の辛い中に1個楽しさ、達成感じゃないけども、そういう楽しみを見つけるとやりきれることもあるよみたいな。俺、僕はそうやって動画を毎日毎日上げ続けながら楽しさを見つけてずっとやってきたら今日があるって。だから学生に向けてもそうやって喋ったところがあるんだけど、まあ確かにそうだよねっていうふうに思うんだよね。やっててしんどいしか考えてなかったら、きっと明日もしんどいんやけど、しんどいの中になんか自分なりに楽しさ見つけると、しんどいプラスアルファちょっと楽しいから、うん、じゃあ明日もやろうかねってなるから、その楽しさって例えば何って言ったら、仕事やってる内容なのか、自分のやりたいことの仕事の一つなのか。いや、仕事は別に楽しくないんだけど、仕事場で働いてる人たちがすごい好きなんだとか、例えば、人間関係も大したことないし、仕事もすごいしんどいんだけど、お金もらった先にめっちゃ旅行行きたいから頑張るんだとか、なんかそうやって考えると、まあちょっとは感覚は変わるのかなっていう感じはするんだけどもね、うん。きっと役に立つことが少なからず出てくるしねっていう、うん。動機づけですよねっていう。まあでも俺だったらやっぱサラリーマンとか最近だと介護とかそうだけども、日本においては労働者の割合が高い仕事の幸福度を上げることが一番大事だと思う。その数少ない職種の人たちとかをどうこうするよりも、一番職種の多いというか、一番その労働人が多い、労働者が多い職種の幸福度を上げた方がいいと思うから、働いてる人が多ければ多いほどやっぱり薄いというか、まあ給料が少ない問題とかいろいろあるとは思うんだけどさ、うん、結局割合だと思うからね。うん、サラリーマンが幸せだったら日本の仕事って幸せなんじゃないのって勝手にそう思っていくからね。うん、分かんない、一番多いのが何かまで俺は知らないけど、うん、本当に本当にそれだねっていう。でもさ、働く人が多ければ多いほどやっぱり幸せって薄くなるよね。うん、しょうがないのかもしれないけど、ほぼさん介護だろうね今はっていうね。老人が多いからね、うん、今後必要な仕事ほど上げないといけないよねっていう。でもやっぱり、うん、いや本当にベーシックインカムが日本で通用するならマジでやってみてほしいよ。うん、本当だから、前澤さんのああいうのも面白いし、いや本当にそれが通じるならね、やっぱ働かなくて本当に飯食えんのって話で、マジいいんすかみたいな、マジっすかみたいな、みたいな、どうなの、働かずして飯が食えるってどうやったら食えるの、え、電話したらすぐに物持ってくんのみたいな。え、マジっすかって思うけど。ねえ。でもその中ね、ふっざけんじゃねえよっていう話が2個ほどあるんだけど、まあそこまでブチ切れる話ではないんだけど、
今日スーパー行ったらこいつアホなのかって思う店員がいて、まあ今日これからね、まあ時期はちょっと外れちゃったんだけど、おせち料理30分で作ってみようじゃねえかって、トーク時間が長いんですけどね、まあそういうのやるんだけど、まあいろんな食材を買ってきたわけですよ、スーパーで。で、スーパーってさ、まあどこのスーパーも大体同じだと思うんだけど、スーパーのその店内用の買い物のカゴってあるじゃないですか。その買い物のカゴの中に商品をこうやっていっぱい詰めていくでしょ、欲しいものだけ。で、詰めていったらそのカゴをレジに持って行って、レジ切ってお会計して終わるっていう流れだと思うんだけど、まあその商品の詰まったカゴを、まあ、レジのところまで持ってったんですよ。で、レジ台に乗せて、はいお願いしますって言ったよね。うん。で、そしたら、なんか聞かれんだよ。最近やっぱ資源も大切にってことで、レジ袋いりますかいりませんかって言って聞かれんだよ。で、俺レジ袋自分で持ってないから、そういう袋持ってないから、レジ袋くださいって最初に言うんですよ。袋くださいって。そしたら、店員さん、買い分かれました、袋ですねって言って、カゴに袋1枚ポンってかけたんよ。絶対足りへんやろ、1枚で、言って。一番最後にレジ袋乗せろよって話なのに、レジ袋くださいって言ったら、まだ何も会計してないのに、いきなりカゴの中に袋1枚だけ入れたよね。こんだけの商品、この1枚の袋に入るみたいな。みたいな。今袋みたいな。まあでもいいよ、別に。もしかしたら後から足してくれるかもしれないしね。まあその辺はあんまり気にしなくてええわよって。そしたら、ピーって言ってカゴに入れないで、カゴの横の棚みたいなところに商品を置いていくんですよ。で、俺どういう商品を買ったかっていうと、昼飯用、配信の昼飯用の自分のまあ、惣菜と、あと夜の配信で使う食材の 2種類をざっくり言うと買ったんですよ。んで、惣菜用のやつをカゴに入れずに横のところに入れて置いてんで、ああ、なるほどねって、まあ、パックだから潰れちゃったりするから、他の商品の上に最後乗せようとしてるのかなと思って、あ、まあまあ、それならわかるわと。で、ピッってカゴの横に置く。で、惣菜、ピッ、惣菜、ピッ、惣菜、横ね、横ねって、横すごい多くなってったの。ね、あの惣菜だけじゃないんだよ、ピッて切ったやつ全部横に入れてんだよ。カゴに何も入れないのと思って、カゴとカゴこうやってカゴからカゴにこうやってやるんじゃないのって、と思って、なんでカゴの横に山積みにしてるかわからないんですよ。で、ピーピーピーって残り少なくなってきたら、ちまちまこのカゴの横に置いてあった山積みの商品を一個一個カゴの中に入れてんの。二度手間、意味がわからん。じゃあなんで鼻からカゴに入れなかったのっていう、なんでこっちやってからこうするかわかんない。あなた何、俺以上に空間付け苦手みたいな。で、重たいの下にすりゃいいじゃん。俺でもわかるよね。誰でもわかるよね。そんなの店員さんやってなくても。お惣菜は上に、それ以外は下にでしょ。ね、人参いつになったらカゴ入れるの？ね、人参。硬い人参。人参とか硬い芋系の野菜下でしょ？ね、調味料とか。その上に惣菜でもう終わりじゃん。なのに全部カゴの横に入れてから、そこからカゴの横のやつからカゴに入れるんですよ。だから、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーなんです。普通だったら、ワン、ワン、ワンでいけるの、ワン、ツー、ワン、ツーってやるんですよ。お前ふざけんじゃねえよ、お前。トランキーロと思って、本当に。焦んなよ、みたいな。落ち着いてカゴに最初から入れろよ、と思ったんだけど。ねえ、こいつと思いながら。そしたらなんか、最近、コンビニの店員でもいるんだけど、え、どうでねえっすっていうやついるんですよ。何しゃべってかわかんないの。なんか、格好つけてんのかわかんないですけど、2837円です。あずーす。みたいなやついるんで。コンビニ店員の真似事かはわからないんだけど、なんか、あずーす。っていう、喋り方する店員すっげえおる、どこでも。なんでハキハキ喋んないの ?2683 円ですって言えばいいのに、2683円です。あざーす、あっしゃーみたいな感じでみんな言うんよ。なんで、はっきり言わないの、おじいちゃんおばあちゃん聞き取れないよねって。あとなんか、ピッてやりながらブツブツ言ってんの。うねねねね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 。とか言って、なんか森吉幸が猫に話しかけてるような感じで、うねねねね。うねねねね。ってブツブツ言ってんの。で、何言ってんのかなと思ったら、めちゃめちゃちっちゃい声で、283円です。412円。600円。192円。200円。313円。で言って、なんか、そのピッてやってる値段を自分で言ってんの、読み上げてんね。でも何言ってんかわかんない、これ。うにににに。うににににに。ってしか聞こえなくて、怖っみたいな。何をブツブツ言うとんだ、こいつと思いながら。聞こえへんのよ。聞こえへんなら言わんでええやん。何やこいつってなるやん。ほんなんか、うにににとか言いながら、せんべんねねねとか言うの。よ、これでこいつは仕事成り立ってるし、これで、他の、何、従業員から何も言われないのかなって、野田かなみたいな。
うん。でとか言い始めんじゃないかなと思って。まあでも、ねえ、あんまりブツブツ言ってもしょうがないから、まあこんなもんなんかなと思いながら。